3年ぶりですね、開催できるようになりましたので、良かったかなと。緊急事態宣言もようやく解除されて、ほっとしてるんですが、そこで緩んではいけないので、しっかり対策を、本当にしっかりやってるんだろうな、今、スタッフの方にやってるといううなずきがありますので、こういう厳しい時だからこそ、生でやる理由はどこにあるんだっていうふうに思ってる方も多いと思うけども、やっぱりさ、2年近くぶりにですよ、アスロックで言えば3年ぶりに会うんですよ。で、特にコロナ対策を乗り越えて会うんですよ。もう私はね、芝生の中にあんたたちがいただくって、それだけでね、感動しちゃうな。もう本当に目の前に皆さんがいるだけで、もう歌わなくていいかな。対面しましょうよ。対面してお互いの元気さをこう確認し合って、お客さんがいるだけで、観客がいるだけでもう感動しちゃうと思う。もうよくぞ来ていただきました。いっぱい来てね。待ってるぞ。